どうもー、えー、今日は水曜日なんで、えー、お酒を飲みたいと思います。これはハイボールですね。うん、もうかなりお腹空いてますね。うん、最後にこうお客さんこう、あのー、来ていただいてるお客さん来ていただいて非常にいい終わり方ができたなとこの1週間ね。うんうん うん、そうですねハイボールだんだんあれですねハイボールのその僕はスモーキーなハイボールが好きなんですけどももっとスモーキーさが大きい、あのー、ラフロイグのねお酒とか飲みたいなというふうにこうちょっと思ってますウイスキーねえー、ですがちょっとラフロイグは高いと。 いうところでちょっとこう我慢せなあかんかなという。もうちょっと売り上げがね結構上がれば買おうかなと。5000円,円はしないですけど4000円ちょっとするんでね。うん、ちょっと我慢しようかなと。本当はラフロイグを飲みたいですね。で、これが今日の日本酒です。これです。えー、えちのって思うんですかね。福梅っていうね。えー、新潟県産、うん、の。 おふく酒造株式会社という僕ちょっとわからないですけどもまあ新潟なんでねええ日本酒美味しいだろうというところでこれですねちょっと、えー、飲んでみたいと思いますさあええー、あれですねあのー、これはですねちょっと飲みますね あ美味しいこれ好きですねこの味うまいな、うん、うわーかなりすっきりした感じ、うん、がありますね美味、うん、しい、うん、でこのね、えー、この含め、えー、これはですね親戚のおっちゃんがくれたという、えー、日本酒になりますうんで親戚のおっちゃんはあのー、二階堂 あのえー、焼酎の二階堂もくれはるんですね一升瓶でねだからそれをこうもらえると結構持つというかその僕が買わんでいい状態というかね焼酎の方は買わずにいつもいつももらえる状態になってるんで、えー、非常にありがたいなというところであまた美味しい日本酒ですねこれねそして今日のえー、まあ当てですね むちゃくちゃお腹空いてるんですけどもあてがこれですねえー、これはねえー、しそえー、これ何にんにくやったかな黒酢にんにくや黒酢にんにくこれ見えるのかなクロ黒酢にんにくとらっきょとキムチですねうんらっきょからうん スキッパラ,にラッキーうまいですねうんすきっ腹にキムチもいいですねうんすきっ腹にニンニクどうなんですかねい,いいんですかねなんかニにちょっと悪そうな感じもしますうんあうまいうん ああ,ああ、今週もね、えー、自分の中では自分のできることはもうやりきった、えー、という感覚はあります、えー。もう水曜日かというような感覚ですね。もう1日1日が早いということで、もう本当に。 お客さんがたくさん来ててもあっという間ですし、お客さんが来てなくて、自分がいろいろやらなあかんこと、こう、えー、来てない間にいろいろやってる間にも一日が過ぎるということとか、あと僕の中でのメインイベントというか、ですねメインイベントでまあ、仕事ではないんですけども、えー、空手のね、えー、商談級試験があるんですね。で今度の、えー 明日、明後日ですね明後日商談級試験があるということで昨日がですね一応最終稽古日やったんですねあの火曜日が。で最終稽古日でもうある程度こう頭に入れてっていうところなんですけど万全を期していつもねこう商談級試験しょ僕の場合まだ昇級ですけども昇級試験をこう受けようと思って。 こういるんですけどもねだから試験が終わった後は今度の試験では万全の状態で受けたろうと思うんですけども結局ねその日々のこう稽古はやっぱ基本の動きとかそういうことばっかりこうやってあと肩もねこう自分が今覚えてるやつの方をこう重点的にやってしまうんで結局あの試験日はなんかこう。 自信満々じゃなくてこう、まあ、集中力を上げてこうやろうというような感覚で望むような状態になってしまうということでですねあのなかなかその、うん、もうちょっとこう空手に取り組む時間があってもいいかなと思うんですけど一応ね毎日やってたりもするんですけどもその言ったら空手でやることっていうのはこう 結構あるんですよねでそれをね、えー、一つ一つ丁寧にもしやっていくとするとですね、えー、空手のその訓練だけで、まあ、1時間半から2時間ぐらい必要になってきますねで1、まあ、それを短縮して1時間としてもですね1時間必要になってくるで、えー、僕のベストとしては体作りのこう動きいろんなことですね えー、いろんなこう訓練をしていってからでもそれだけしっかりとやるとなると2時間で、えー、ジョギングも合わせると3時間半ぐらいまあ4時間3時間半とかねそれぐらいの時間がこう必要になってくるでそんだけやってるっていうのは、えー、そんだけできるっていうのはもうほとんどプロみたいな人じゃないとできないですよねそれでこっちはこう仕事もしてますし仕事は仕事でそのー 自分のもっともっっっとととやりたいことがあってですね、えー、そのためにもっと時間を割きたいんですけどもそれもなかなかままにならないとそしてこう勉強することでいろいろ時間も割かないといけないで,で今正直言うとその商売のその集客的なことでこう、えー、努力していることがもうほぼこう。 まあ自分を高めるいろいろそういうことではこうできやってるんですけどもその集客に直接つながるようなことえまあ簡単なことで言うとチラシを配ったりとかですね何か宣伝したりとかそういうことはもう全くしてない状態まおかげさんでその売り上げはねそれなりにこうえまあ5月は悪かったですけども4月までで言うとそれなりに良かった4月なんか特に良かったんで。 あのー、まあいいんですけどもうんやっぱ時間がこう欲しいで今日のお客さんでもね同じようなこと言ってはってその人もやっぱりこういろいろと考えてやっておられますけどもやっぱり時間の壁ですね、うん、で時間をこうどうこう。 使うかっていうのがこう自分の人生のそのなんか充実度というかそういう,こう満足させる満足というのは結局そのないんですけども最終的にその完全に満足できることはもうありえないんですけどもそのえ満足できることがないっていうことがまあそれはそれでそれが面白いことであるんですよね。 例えばこう満足というかこう満たされた状態であればですねえそこにはこう何もない状態ですよねその言ったらえものすごい退屈な時間ですよね退屈な時間が流れてる状態がこう満たされた状態になる,となるんかなとその退屈な人が満たされてるっていう意味ではなくてですねその全てが満たされるとそれは退屈な世界になってきますよね。 だってて満たされてるんですからその何ももしなななくていいい状状態態んんででののすすごい退屈だだと思うんですだからその不満があるっていうのはその一つのその面白さであったり喜びであったりとかそういうものがあるという状態だと思うんでその完全に満たされる必要はないですけどもある程度その満たされた気持ちを味わうことがないとですねなかなかそのしんどいというかその。 ま一日一日その満たされた状態もありながらのこう満たされたない状態もありながらのっていうかそういうものをこうえ日々過ごしていきながらそれを満たされた状態にするためにこういろいろやっていくんですけども100%満たされてはこういけないほんまのことを言うと100%満たされてはえそこにはこう退屈な時間しかないんで。 ある程度満たされない状態をこう作り出してる方がいいんですけどもね、うん、その完全に満たされてなんか変な方向にその退屈な時間を埋めるために、えー、変な方向に行っては全然意味がないんで、えー、ある程度満たされない状態も作りながら自分の中でこう、えー こうね、その試行錯誤をすぐるところの面白さみたいなものをこう今の状態が実は面白いんだということをこう客観的に見ながらですね、えー、進んでいくのがこういいかなと。だから100%満たされる状態っていうのはまああ,のある意味その幸せなんですけども。 幸せだと感じることもできない状態がこう満たされた状態になるかなというところであります。僕はそういうふうに思いますね。だからその不満がある状態っていうのはそれなりにこう面白い状態ではあるんだろうなというふうにはこう思っております。だから見たそそうですねその 全てが100%自分の思い通りになったらこれほどえ退屈ななことはないとはいいいうに思います、ね、僕は満たされないその、えー、うまくいってないことがこうそれなりにあるんでですねそこにこう面白さをこう見いだすことができるかなというふうにこう感じてるというかね。うん だからその満た,されたい満たされない状態でいいというふうに思うんではないんですけどももちろんその満たされようとしてこう、えー、自分が活動していくんですけどもその満たされない状態がもう100そ,のそれに不満,不満でそれをこう悪い状態だというふうには思わんでいいかなというふうな。 だからこう満たされてしまったらそこでもう終わりです。で言っても自分のそのあるべき姿をこう,こういうふうにあろうとしてることでこう動いてるんですけどそれはね結局それがしっかりとこう最終的に死ぬまでに完全にできる状態になるっていうことはまあまあありえないかなというふうには僕は考えてますね。 でそれでいいとも言ってますしそれがどういう状態になっても別にいいんですけどもねえたかだかこう人間なんか100年ぐらいしかこう生きられないその大きなこうあれで見るとですねえ100年なんか別にどうってこと何が変わるもんでもないですしほんでそれでうんどうっていうことはないですよねだからもうまあ一生こう 何か活動し続けるというかもうそういう状態でも別にそれでええわっていう感じですよねで途中でもうんかこうまあ死んで死んでしまうということがあったらまあそれはそれでもうそれはそれ受け入れてそれでええんちゃうかなっていうような感じでもありますよねうんでえ今人生100年時代とか言われてますんでその 健康に対してははっきり僕は高めますでそれは自分が生きてるこの時間をですねその目いっぱい動ける状態にするためにはやっぱ健康っていうのが土台として絶対必要だからそうやってそういうことに対しての活動はえ全部しますけども自分がいいと思ったものはしていきますけどもそれが途中でこう遮断されてもそれはそれでもうええかなっていうか、うん、もうそれはそれでいいんじゃないでしょうかっていう。 もう亡くなったらもうねそこで終わりなんでそれはもういいでしょう、うん、そこね悔いも何ももう亡くなって死んじゃったらもうそこで、えー、全部が一旦止まってしまうこっからどこへその後どうなるかっていうのはちょっと、えー、死んだ人の話は聞けないんでわからないんでその後はその後でそれを見ていくっていうことで、うん、で 今はこうこの根性というか自分のねこの生まれてきてこうやることに関してはこう自分はこう,こ,うこうありたいと思ってそっちへ向かっていってそ,そこへこう努力というかそ,そっちへ向かってこう動くことでもうそれでいいですよねその。それをこうずっとやっていってあとはもう知らんがなっていう話ですよね。でどうなろうが別に,別に別にそれはええかなっていうふうに思いますよね。 そんなもんでしょうそれよねそんなにこうもちろん結果いい方がいいですけどもそれが結果が伴わなくてもこれは仕方ない絶対結果がない。 出すようなことをこう動かしていってますしそうなっていくんだろうなっていうような感じはあるんですけどもそれがもしあってそれそのためにこういろいろやりますけれどもそうならなかったらならなかったで別にそれはそれでいいかなっていうような感じですたかだか自分一人の人生なんでそのそのことでこう別にそこまでこうそれをねこう。 うん残念に思う必要もないし、うん、ただそう,いう向かって動いてること自体がこう一つのこう面白さであったりこうすると思うんでもうそれでもある程度そういうものを見つけてそっちへ向かっていってるだけでも十分ですよね正直言ってね、うんうん、まあまあそれで、うん、いいかなと思いますね。うん なんとかしないといけないものがこう目の前にあればですね、えー、それはこうなんとかするようにこうやっていってで、えー、最善というかその努力というかねそのやるべきことをぞやっていってですねほんでもうあかんかったら何かにこう頼ってそれでこうやっていったらいいですよなんかこう解決法っていうの解決する 解決するためその問題があったとしてねその問題を解決するための方法っていうのは一つじゃないですよね二つ以上あるって言われるんですねで二つ以上あるんだからそこはこうえー、まあ脳みそがちぎれるまで考えるしかないですよねうんでも思いつかんい方ももうええわってこう開き直って寝たらいいんですほんなら何か浮かんでくるかもしれないしそれでこうやっていけばいいかなというふうに思いますよね なんかようわからん話してますけどまあとにかく今度の金曜日がね、うん、空手の昇段級試験ということでまああのあと2日間だけですけどもそのできるだけのことはやってですねそして本番望んでもあかんかったらあかんでしゃあないし。 えー、もう今からやっても無駄やと思ってやらないんではなくてやれることはやってですねで本番に臨んでそれで、えー、そっからまたこう次の稽古からまたこう訓練をこう積み上げていくということでいいかなと思ってますで他のこともそうです仕事のこともそうですし、えー、体のこともこうそうですしその他のことでもそうですしその えー、自分でこういいと思ったものをやっていくと。でいろいろ迷うことがあってどの選択を選んだらいいかなとこう、えー、3つこう選択肢が分かれたり2つ選択肢が分かれたりしてもですね、えー、どれを選んでも正解だったといいうううにに思思まますすようにしてますだからそ,のそこでそのむちゃくちゃ悩んで、えー、後悔する必要はなくてですねその選んだものがベストやと思ってこう進んでいくしかないですよね。 うん、それを繰り返すだけですよね、うん。ということで結構酔っ払ってきましたが、えー、この辺で今週のぼやき終わりたいと思います。